こんにちは、今日は元の値段から半額以下になったパロットスイングの紹介をします。中央の本体のところはマンボと似てます。プロポは同じです。底の方に超音波センサーがついていて、高さを安定させます。カメラがついてますが、これは撮影するにはとても解像度が悪くて、撮影には使えません。ファンクションボタンがあって、1番2番はローリングをさせます。 A のボタンは一度押すと宙返りをします。 B のボタンは進行方向が逆になります。はい、バッテリーを挿すと電源が入るので、送信機の電源も入れて LED の点滅が止まるまでしばらく待ちます。点滅が点灯に変われば OK です。はい、体育館の中で飛ばしてみます。はい、自動離陸で、これはバーチカルなモードなので操作はドローンと同じように前後左右、上下、それから回転等できます。垂直モード、バーチカルモードでもそれなりに、これだけでも遊べますね。ボタンを押して飛行機のモード、ホライズンモードにします。傾きを3段階変えることができます。これは一番緩やかな傾きです。はい、A ボタン、ファンクションキーの A ボタンを押すと宙返りをします。B ボタンは進行方向がキュッと逆転になります。はい、バーチカルモードからホライゾンモード、水平モードにしました。でこのように飛ばすのはスロットルを上げれば次第に上に上がってきますけど、急激に上がるもしっていうようなことはできないので、ここでは壁にぶつかってます。はい、では屋外で飛ばしてみます。これで、水平ホライゾンモード、この水平モードをいわゆる飛行機のように飛ばしている時は風が多少あってもこんな具合に、軽快に飛行ができます。進行方向ボタンで、変わります。宙返りもボタンを1回押すと1回宙返りです。まず、スピードも出ますし安定して飛んでます。これはも
操作は右のスティックのみで操作できています。はい、では垂直モードに戻して、着陸をさせます。これは風を受けてると流されますね。風の影響を受けて、操作はちょっとやりにくいんですけど、カニの横歩くみたいに横向きに移動させると、風の方向に沿って横向きに、飛行させると少しやりやすくなります。はい、下ろそうとすると風に吹かれて、向こう側に移動していますね。何度か戻して着陸させます。風が吹いてるときは近くまで持ってきてから、垂直モードにした方がいいと思います。かなりこのグランドの隅っこの方まで、飛んでますので、100メートル近く向こうまで行ってるかと思いますけれど、見通しの状況によって距離は操作可能な距離は変わると思います。電波が届かなくなるとその場でホバリングをしてとどまっています。でしばらくしてバッテリー切れますから着地しました。はい、子供でも遊べる、とてもイージーなドローンですね。面白かったです。